様にご来場をいただきまして誠にありがとうございます。ステージ演奏トップバッターは千曲市民混声合唱団の皆様です。2019年令和元年10月12日、東日本台風19号により、長野県内では初となる大雨特別警報が発令されました。佐久地方で記録的な大雨となり、千曲川の急激な水位の上昇によって、中区新田区の霞堤から新田用水やお米川に水が流れ込みました。公職文化会館インナーコリドーには13日日曜日午前0時ごろから水が入り始め、最大10センチ弱ほど浸水しました。水位は次第に上昇し、大ホールのステージの上まで浸水しました。そしてこの階段を降りるとアンズホールの地下室に通じます。地下にあった機械設備、軽運動室、保管してあった楽器や楽譜が全て泥水に浸かってしまいました。13日の早朝、お米川アンズホール周辺の様子です。避難や救助のためにボートを使うほど水量が多くなっていました。公職文化会館アンズホールはこのような大きな被害があったため、客席の一部入れ替え、ステージ上のヒノキ板の張り替え、電源を地上に移動する工事、エレベーターの新設、止水板の設置、また停電した時でも電源が3日間保持できる施設など、大掛かりな復旧復興工事となりました。これは復旧工事後の地下の軽運動室です。浸水災害前の状態に戻していただきました。南入り口の前には非常用発電機を地上に設置していただきました。復旧工事が終了し、およそ2年半ぶりに再開館となり、今日の日を迎えることができました。Thank you.
長野インターネット放送局と申します。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、まあ、リニューアルコンサートということで、はい、アンズホール、ようやく再開できましたね。はい、どうして一言感想お願いします。はい、大変多くの市民の皆様、そして関係者の皆様のおかげをもちまして、はい、こうして今日無事にリニューアルオープンができました。大変嬉しく思っております。本当に予想外の、まあ、水没ということだったんで、皆さん本当にびっくりしたんだと思うんですけども、はい、まあ、そのため何かこういろんな手当てをしたというお話を聞いたんですけど、そうですね、まずは大勢のボランティアの方のご協力で、片付けなどをしていただいて、その後の復旧工事ですけれども、どうしても教訓を踏まえまして、はい、浸水対策を十分にするということで、うん、止水壁の設置と、あと非常用の発電装置ですね、うん、これを屋外に設置するということで対応させていただきました。まあ、ステージの上まで来たというふうに言ったんですけども、そうですね、はい、それで今回ステージ木の床も、はい、新しい床だったんですけれども、あれも全部あそこまで水が来ましたので、はい、全てやり替えて、まさにリニューアルで、まあ、リニューアルでもありますし、今日の演奏活動の心待ちにしていた方々に対して本当にいいオープンができたというふうに思います。喜んでおります。地震対策というか、台風というか災害ですね、災害対策、はい、に対してどういうふうにお考えでしょうか。そうですね、これまでの教訓を生かしながら、復旧工事も進めておりますし、また、いざという時のその避難体制ですとか、そういったことも今見直しをかけまして、復興計画も作成いたしましたので、そういったあたり総合的にハードソフト両面から取り組んでいければと思っております。お名前も変わったんですよね。そうです、はい、今年度から、はい、ネーミングライツということで、はい、参考商事様にご支援をいただきながら、そういう花がありますけどね。そうですね、はい、はい、で信州の恵みアンズホールという名前にさせていただきました。通称名はアンズホールでこれまで通りで結構だと思うんですけれども、信州の恵みアンズホールって言っていただければ、言っていただければなおいいですね。はい、ぜひ頑張っていただきたい。はい、ありがとうございました。今日はご苦労様でした。はい、ありがとうございました。